寿司屋、寿司屋、寿司屋、寿司屋は、寿司商、寿司店ともいい、寿司職人が寿司を供する飲食店である。寿司屋は、寿司、特に握り寿司を主として供する飲食店である。食材に生のものが多く鮮度が重視される点で、他の飲食店と決定的に異なり、職人が鮮度の良い材料を使用して調理をし、 鮮度の良いうちに提供される。現代では冷蔵庫など、食品の保存に便利な装置や、輸送面での技術的進歩によりあまり意識されない、ところではあるが、かつては、食材の鮮度保持や、雑菌繁殖予防などで様々な工夫が行われ、漬けやすじめなどの調理や味付けの技法に生き残っている。わさびの利用も、経験的に殺菌効果があることを利用したものだと、見られる。 こういった鮮度保持の必要性から、かつて輸送技術が低かった時代には、宴会部など限られた地域を中心に寿司屋も、偏在した。今日では、輸送技術の発達により、極端な例を挙げれば、山里などでも寿司屋が存在している。その一方で魚など、食材の買い付けでは、鮮度の面から中間業者が介在しにくく、 現代のように小分けした流通形態がなかった時代には、マグロでも1本という単位で仕入れられることもあった。1980年代のバブル景気の頃よりは、鮮魚からイケウ魚などのような生きたまま輸送する技術も発達、こういった活魚市場の末端を寿司屋が担っている。ただし食通筋などに言わせると、活魚はストレスを受けているため、適切に市場で処理されたものに、 味が劣るという。しかし、それでも、扱いが悪い、死んだ魚に比べたら鮮度の面では、良いため、大衆向けの寿司屋などでは、店内の池巣に、池魚が泳ぐ姿も、まま見られ、客の目を楽しませている。ただ、活魚は、魚の生活する海水までも一緒に輸送するため、輸送コストを含めいささか割高になることがある。二十世紀末頃よりは、 冷凍技術の発達にも伴い、鮮度や味の面ではやや劣るものの、適切に温度管理されれば、保存や流通にも耐え、適切に解凍することで生に近い状態にできる冷凍の食材が流通してり、その供給も安定している。しかし今日でも生の食材を市場で仕入れて調理するような寿司専門店では、その日や季節によって得られる食材が変化することから、特に メニュー表や値札を出しておず、次回や、おまかせとするケースも見られる。今若物語集巻、第31第32に、市長にうるすしあゆと言及されており、これが、今若物語集が成立した、平安時代末期に、形態は不明だが京都に寿司屋が存在したと見られる、最古の記録である。延響四年、1747年初演の、人形浄瑠璃、歌舞伎、 吉常千本桜の三段目の幕切れは、寿司屋の段として有名で、吉野の下市村にある鶴瓶寿司が取り上げられている。典型的な寿司屋は、カウンターとテーブル席、または座敷で構成されることが多い。多くの場合、冷蔵庫とショーウィンドウを兼ねたカウンターのガラスケース内に寿司種が並べられている。これが寿司職人によって客の目の前で裁かれ、 寿司に調理される。寿司職人と客席が離れており、人手や回転寿司の技術を応用した、ベルトコンベヤーなどの搬送機で調理された寿司などが、届けられ携帯の店もある。握り寿司の場合、店内では漬け、台と呼ばれる木製のカウンターに直接置いたり、下駄の葉のような足のついた板、下駄という、または皿に寿司を乗せて供する。店によっては、 木製カウンターの一部が高くなっていて、そこへ直に置く。食器代わりにバランや笹の葉を敷く店も見られる。出前の場合には、寿司桶と呼ばれる、縁、縁の低い桶に盛り込む。寿司桶は本来木製の漆器だが、現在はプラスチック製のものが多い。寿司桶は使用後に店舗が出前先を裁縫し回収する。お土産などで、 持ち帰りの場合、お宮という不調で呼ばれるは折り箱が用いられる。こちらもかつては競技であったが、現代ではプラスチック製のものが多い。大量の場合は寿司屋で刺身の盛り合わせをつまみながら、日本酒やビールを飲む客が多くあり、寿司屋が寿司を提供する店である他に、飲み屋の役割をも兼ねていることが伺われる。 総務省経済センサスによると、都道府県別の寿司店舗数は、人口が多く江戸前寿司がある、東京都が一番多いが、人口比の場合海に面していない、山梨県が一番多い。回転寿司は、ベルトコンベヤ状に寿司、寿司以外も提供しているケースが多いの乗った皿を乗せ、店内を回して提供している寿司店。食事をする席が設けられておらず、買った人が持ち帰る。 あるいは、各家庭で前をすることを専門とする形式の寿司屋。注文は、お決まり、お任せ、お好みの三つに大別され、通常この順番に値段が高くなる。また酒のつまみとして、客の希望に応じて、寿司だを刺身として提供する場合もある。寿司屋では独特の言い回しがある。客が使うように一般化している用語が多くなったが、本来は、 寿司職人の間のみの不調である。日系人オーナーは10%以下と言われるほど、中国人や韓国人など、日本人以外の経営、調理による寿司屋が増加している。そのため、日本の伝統的な寿司の調理法から大きく飛躍、あるいは逸脱した調理法の料理までもが、寿司として販売されるようになった。しかも、自分の創作和食と紹介せず、 日本の伝統的で正式な料理方法と題しているため日本食に詳しくない外国人に間違った日本文化を植え付けているのが問題になった。そのため農林水産省が海外の日本食レストランのうち伝統に基づいた日本料理を提供する正しい和食してのお墨付きを与え、いわゆる日本食を名乗る創作料理と伝統的な日本食を区別するための制度を 導入しようとしたが、諸外国から寿司ポリスだと反対の声もあったため、和食の国際的普及を目指す特定非営利活動法人 NPO の日本食レストラン海外普及推進機構が民間の立場から推奨店を決定する方式を取ることになった。アメリカでは1965年、アメリカ寿司ブーム自掛け人とされる共同貿易社長の家内記念により、 ロサンゼルスの日本人町、リートル東京の川福に寿司カウンターが設置されたの始まりと言われる。これは、主に日本人移民を対象としていた。その直後には、同じく家内により、同地にレストラン、エイギク、そして東京会館、1990年代後半に閉店が、それぞれアメリカで2番目、3番目の寿司レストランとして開店された。 坂江菊の経営者家族は、現在でも同地に2店の日本食レストランを経営している。また、ロサンゼルスにあった東京会館、1998年に閉店の寿司職人、マシモ一郎は、マグロの代わりにアボカドを用いたカリフォルニアロールの考案者である。アメリカ人向けに寿司を提供する寿司屋は、1980年代以降、健康食として、 日本食が注目されるとともにバブル期に至る日本の経済的進出とも相まって大きく点数を伸ばした。1983年にはニューヨークの寿司店初花がニューヨークタイムス紙のレストラン表で最高の4つ星を獲得。この頃までには寿司のイメージが転換していたことが伺える。一部の大都市では純粋に 寿司や専業としての出店も見られるが、日本食の看板を掲げる、ほぼすべてのレストランのメニューには、寿司が含まれる。人気のある種は、ツナ、マグロ及びスパイシーツナ、サーモン、サケ、イエローテール、ハマチ、イール、ウナギなどで、油の強い食材が好まれる。このため、寿司種の魚と一緒に揚げ玉などが使われることがある。また、海苔を好まない、アメリカ人がいるために、 巻物をできるだけのりが見えないように裏巻きにしたり、のりを使わずに巻いたりする場合もある。こうした環境下における進化の結果、前日のカリフォルニアロールをはじめアメリカ独自で考案された寿司も多く出現し、地方都市のスーパーマーケットですら普通に寿司が売られるほどに一般化している。また、寿司の人気に伴い、韓国料理店や中華料理店など米繁殖を、 今日するアジア料理店の一角に日本風の寿司バーが設けられることも珍しくない。寿司職人も比較的安易に要請されている傾向があり、一例としてニューヨークタイムズ氏、2007年7月29日は韓国人が主催する寿司教室を紹介している。同教室では1日4時間6週間を全家庭として寿司職人を要請し、 学費1000ドルでそのコースを終了した大勢の生徒は、アメリカ各地の寿司屋や日本料理店のシェフになるという。日本人寿司職人を要する、本格的、もしくは高級志向の日本食レストランと、日本人以外のアジア系移民が配置された安価で、気軽な日本風レストランとに二極分化する傾向が見られる。ブラジルで手巻き寿司の店、手巻きエリア、手巻きエリアが流行っている。 寿司種は、マンゴー、キウイ、ニラのバター炒め、クリームチーズなど、日本の手巻き寿司とは違いがある。手巻きリアは、ロンドンやニューヨークにも出来始め、果物や野菜を使い、香草やライムの味付けが人気になっている。ドイツでは、日本人駐在員の多い都市には寿司屋が存在する。日本人があまりいない、行かない都市では、イタリアンレストランなど、 日本食と関係のない店で日本へ行ったことのあるシェフが見よう見まねで作った寿司がオードブルとしてメニューに入っていることがある。外観が似ている以外、寿司とは全く別の料理と言っていい。ロンドンには寿司を中心とした日本食レストランの洋、寿司の本社があり、英国を中心に展開している。台湾伝統の屋台で寿司屋がある。回転寿司も見られる。 東南アジアで広くチェーン展開を行っている回転寿司屋としては安資金などがある。少なくとも南アフリカ共和国内に25件、エジプト国内に5件、モーリシャス国内に4件、ケニア国内に2件の寿司屋が営業している。2007年1月現在、南極の昭和基地内の食堂で寿司が提供されることがある。 基地内のバーカウンターを使用して寿司屋のカウンターに寄する。ただし、寿司種は南極観測船及び基地内の冷凍庫の使用から、冷下20度で冷凍保存することができるものに限られる。このためマグロや生サバなどは提供することができず、サーモン、カツオ、イカ、タコ、エビ、卵焼き等が中心となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。